どうもこんにちは、ヒロです。どうもこんにちは、みさちです。今日はですね、以前紹介した ATS の S 型のですね、ベルと、表示灯だけの回路を作ったのですが、その回路にですね、今回は ATS の BZ21 のですね、キンコンキンコンなるチャイムを組み込んでみようと思いました。はーい、キンコンキンコン言わせたいね、これね。やっぱこれが必要ですよね、どう考えても。はい、はい、それがキンコンキンコンです。そうです。それが必要ですね。じゃあちょっとこれをね鳴らしてみたいと思います。じゃあ皆さん、ちょっと俺ボタン持ってくるんで、うん、これ分解しておいてもらっていいですか。ネジ回して、おう、オッケー。ちゃんと映るようにやるんだぞ。はい、頑張ります。よいしょ、分解しろだって。こうやってね、最後までね、これを使わないで回そうとするあたり横着してるんですよ、私は。よいしょ。ここ取ったら外れるよね。これ許されるかな、許されるかな。できた。うん。そうしたらあとは切り放置続ボタンね、これここにつなぎます。はい、電源簡単で、プラスマイナス G って書いてあるね。 G? G、プラスとマイナスは ATS の電源に直接つないでいいですよと。はあ、G っていうのは ATS のジギーンって一緒になったりしたベルが、うん、ベルのところに一緒に入っている回路、実写もそうです。これはですね、国鉄当時の EF6 のつなぎ図になります。AVR からですね、直接 BZ21 に、電源を取っていますので、 ATS のノーヒズを切っても、警報持続ボタンを押すまではチャイムが鳴り続ける仕組みになっています。でこちらはですね、キハ40のつなぎ図になります。これ JR 化後のものになりますので、これはノーヒズブレーカーとですね、セットになっています。ほう、っていうことはここから単純にプラスを持ってきてつないで、マイナスマイナスで普通につなげばいいね。うん、そうだな。そうで、 G のところだけやるんですけど、警報持続のこれをここにつなぎます。そうすると電源一瞬これ切れるでしょ、オフになるから。これ 103K とかにつって同じものなんですけど、押した時だけオフになるボタン、中の設定見える？見えない。なんかちょっと動いてないけど、これがえ分かりづらいか。うん、よし、じゃあテスターも使おう。試しにじゃあここを持ってるんで、うん、ボタン押してみてもらっていいですか。オフになるね、うん、押した瞬間オフになる。これ B 設定、うん、で下が A 設定になってるんで、うん、こっちは逆に押した瞬間オンになる。本当だね。OK、これが A 設定というものです。はい、でこれ B 設定なんで、電源がかかれます、その瞬間だけ。うん、そうすると ATS の自己保持が切れて、カチッと向かってにね、切れるようになっています。はい、でこれどういうものかっていうと、この中にリレーが入っている、この下に、うん、リレーに自己保持回路を組んであります。はい、でまあやるようになっていますね。じゃあ例によってちょっと配信してみようかね。またこいつの出番とか2個ある。そう、 FK1 の方、こっちを使います。これほら先端違うでしょ。本当だ。そう、これはねちょっと違う、関係ないの。そう、バイバイ。こっちを使います。ん、3ってあるでしょ。3 0.753。 いや、 0.75 ってのは配線の太さだから。 1.253 ってない？3って書いてあるの、他になんかない？あ、1.253S ちゃんじゃん。これで大きさがちょうどぴったり合いますね。大丈夫だね。ちょうだい。はい、どうぞ。ちょっとそれ皮膚長すぎんだろ。長すぎ。そしたら、こういう時は一回切っちまいます。切って、リズムを割りやすいって話。はい、皆さんに見えるところでやって。これですか？で、そこでやってみよう。長さはここですか？そんなもんだね、うん、手挟まないよね。本当に合ってる？いいよ。いや、お、
いんじゃないですか。そしたらこれをあとはここに入れて、寄らない、寄ってないんだこれ。こっちも切る？そうだね。そしたらこれをまずこの中に突っ込んで。どういうこと？これ配線に、まずこの配線に先にこれを入れます。はい、根元の方まで。そう、一番奥までグッと入れてしまって、そしたらここ向きある？向きないよ。ない、オッケー。端っこでやっとくわ。そう、奥まで入れて、あとはそれだね。そしたらこれこうやって直して、裏から入れて、これさ、配線元のところ回りちまうさ。うん、そうすると入れやすいじゃん。プラスの方、それ。そう、プラス、今プラスにこうつなぐと。これは電源の、そう、それは電源につなげばいい。こっち、こっち、スイッチの先につけるものだから ATS だからここなんだけど、ここからこう来てんじゃん、うん、ここは2個あるからここにつけるべきだね。これで ATS に電源が入った瞬間にこのプラスに電源が来ると。うん、 OK。 はい、で次マイナス。マイナス、そう、マイナスはどうするかっていうと、マイナスの黒い線が必要ですね。じゃあこの G が青線にしましょう。はい、なんか取れちゃったよ。あ、ザガネが入ってた。これが G です。ビリーンってなるときだけ欲しいから、その時に来るのは4に足りない。4線はその G のところをつなぐだけ。これを14番に差し込みます。よし、できた、完成。あ、これもう蓋していいの？いいよ。いいですか。で、電源を入れます。はい、どうぞ。 ATS 入り。おーやったからもう1回 ATS 入り。赤色灯、白色灯、点灯よし、シャミよし、シャミ消し。あわわわわね、これで一応簡単にこの間の回路に合わせてピズと2ですね、付けられましたね。うん、やっぱこれ金庫の金庫行った方が面白いでしょ。そうですね、まあ、それっぽい。そうで、実写ももともと S 型の頃はこれだけだったやつにこれが後付けされたりしてるんで、あ、だから本当にこの設備ってありえるんですよ。でね、一番これを身近に見れるところ、横川にある鉄道文化村っていうところがあって、そこで EF63 運転体験できるんですけどそれの EF63 の13号機の運転台、確かね、これ別々なんだよ。そう、のやつがついてるんで、そこに行けば確実にこの設備見ることが確かできたはずです。はい、はい、ということでね超簡単な配線でしたけどね、ただなくてはならないものなのでお楽しみいただけたのかなと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。このようにしてですね、ATS の BZ21 簡単に作ることができますので、ぜひとも皆さんお楽しみください。それではですね、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いいたします以上、ひろとみさちでした。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。まあ、じゃあちょっと待って、今から用意するとで試しに今日はじゃあこれでやってみましょう。ワニ口、ワニ口です。ワニ口、こっちは両方入れて、水田さん、黒いが、黒はマイナスね。はい、黒がマイナス。ここにちょっと繋ぎましょうか。やるちょっとめんどくせえ、できる？蓋するの忘れずに。ああ、ここでいいの？そう、赤が G。ああ、じゃあこ
こうじゃなくてこうしようか。女の子手ちっちゃくてやれっす。そこだけしか取り入れないかもしれない。先にさ、高い掘っていれば分かる。分かりみがよいしょ。あ、じゃあ普通に配膳するか。いいよ、できるよ多分ね、知らんけど。よし、配膳しよう。絶対持ってくるまでの間に入れてやる。はい、あ、はい、早かった、もう。はい。バイバイ。